はい、今回はいいですね。まさにときめいてますね。輝いてるね、今一番。今世界で最も輝いてるミッドフィルダーの一人じゃない？ジャカね。えレバークーゼンで優勝し、スイス代表で現時点でベスト8ですから、つい、イングランドかな。ワンチャンあるよ。ワンチャンどころかツーチャン、スリーチャンあるよね。普通にやばいよね。ジャカってでも元々どこの出身なの？でもジャカも俺初めてじゃないね。以前紹介してるよね。スイス代表129キャップ。おかしいやろその数字。これいつから出てんのこれ。ジャカやばそうだよね。129キャップってえぐくね。おかしいやろ、わけわかんない。もうどういう意味か意味がわからんレベルだよな。どういうこと。2014年出てますと。すげえな。2018年出てよ。2018年もしっかりレギュラー出てますと。ってことは前も出てたよな、そういや。で、2022年も出てますと。重鎮だな、おい。やべえわ。ジャカすげえわ。こりゃすげえな。もともとはバーゼルのユースと。で、バーゼルに上がりの、すぐにボルシアに引き抜かれの、で、アーセナルで、でもアーセナル4年やったんか。ちゃうわ。アーセナル7年か。で、レバークーゼンに帰ってきて優勝と。これすげえな。重鎮やな、まさに。これはやべえわ。プロ通算600試合。もうわけわからんレベルと。やばいよね。これはやばいわ。これは超いい選手だわ。これの城とかないのかな。これの城とかあったら完璧なのね。完璧ってもうゲームないんだけど。いや、ここまで重鎮だと思わなかった。いや、そらすごいよね。いや、このサイズでさ、これだけ走れて戦える選手、ちょっと日本にも欲しくない？